はい、こんにちは。今回ね、2回目来店。はい。はい、2回目来店のお名前は味塩です。味塩くん。よし、味塩くんとやりましょう。味塩くんは前に来店した時、千人切りやったんだけど、僕負けちゃったらしいんで、はい、じゃあ今日はちょっとね、リベンジさせてもらいたいと思います。よし、味塩くんとやりましょう。あ、味塩くん、このサインは誰のサインですか？フラットさんのサイン。あ、フラットさんのサイン。映ってないかな？映ってない。ちょっと向きをちょっと。あ、映ってる。はい、右下にフラットさんのサインが映ってます。よし、やりましょう。最初はグー、じゃんけんほい、あいこでしょ。負けた。じゃあ先行もらいます。はい、お願いします。じゃあデスザクチャージ監修で。はい、じゃあドロー。じゃあこれを置いてターンエンド。そうします。じゃあユニバース監修で。はい、じゃあ置きます。ドロー。じゃあこれを置いて2コスト、ブラッドギアを置きます。ターンエンドで、どうします。じゃあ V ページをチャージして、うん、2マナ払ってドシーザー出します。うん、はい。こいつのこのページはマイナス2000いきます。あ、やられた。はい。で、単勝で。はい。じゃあ置きます。ドロー。じゃあこれを置いて、2コスト、はい、バクマルくん出します。はい。出てきた時にた、うん、倒します。ターンエンド。どうします。じゃあ、グリギアンをチャージして、うん、4マナ払って、ブガイガ出します。はい。で出た時の効果で4枚お願いします。うん、すげえ固まってるね。で、その後じゃあ、ボーミラを回収して単勝です。うん、はい、じゃあ置きます。ドロー。じゃあ、これを置いて1コス軽減で、これだ、オーバーキルグレイベイド貼っときます。はい。そして、バクマル君で1枚ブレイク。はい、大丈夫です。ターンエンド。どうします。じゃあ、デポイズをチャージして、うん、じゃあ、ボガイガ効果で、うん、魔道具の召喚コスト1少なくなって、うん、で、3マナでボガイガ効果を、はい、で、4マナとします。はい。で、まんじだな、まんじだな。で、まんじまんじ。そこで、うん、じゃあ、ドシーザーを回収します。こんにちは。うん。で、で1マナ払って、うん、ドシーダー出します。はい。で、その時に手札からデスダクチャージ。うんうん。無月の門ってやつな。そうです。はい、そんで。で、じゃあこの4体の上に出します。うん。で、じゃあ、ドシーダーの効果でマイナス2000。これやられた。はい。はい、やられたから俺ワンドローだけもらっとくね。はい。はい、で、単勝で。単終了。はい、置きます。ドロー。どうしようかな。じゃあね、もう1個置いちゃえ、はい、で、3コストビスドライブ、はい、スピードアタッカーなんで1枚ブレイクしまう。こいつは僕です。ああ、横向きタップだ。はい、分かった分かった。じゃあこれでターンエンドです。はい、アンタップ。どうします。はい。じゃあ、デスダークをチャージします。うん。で、じゃあ、3マナで、うん、ボーミラ出します。はい。で、ボーミラ効果で3枚ゴチに落とします。はい。で、じゃあ、ボービラの効果で、うん、墓地から召喚できるんで3マナ払って5ガイガー出します。はい。で、5ガイガーの効果4枚落とします。うん。で、その後ボービラを回収します。はい。で、そのまま単勝です。はいよ。ドロー。じゃあね、どうしようかな。じゃあもうこれ置いちゃえ。で、1コスト、デスマーチは、デスマーチの場合も横向きになっちゃうの、出てきても。あ、そうですね。じゃあこういう風になるってこと？はい。そうか、まあいいや。じゃあディスドライブで1枚ブレイク。どこ？はい。ターンエンド。じゃあそっちのターンの、はい、終わりに、うん、ガリザークを宣言します。はい。で、この6枚の上に出します。はい。で、こっちのターンもやります。はい。これってあれでしょ、マナが3つしか起きないんでしょ。そうです。そう、それを知らなくていろいろ言われたから覚えとこう。
ウェブページをチャージして、はい、5マナを払って、うん、ルソーモンテスを行います、はい、で効果で墓地から、コスト7以下のクリーチャー出してます、うん、でジエンドオブユニバースを出します、うんうん、でこいつを効果で、あ、それで勝ちか、この10体のそんでで、でユニバースがアタックするときに、うん、この下にあるカードを10枚打ち抜くって勝ち、うんうんうん、はいはいはい、ありがとうございます。やられました、すごい。それがもう出てきたらダメなのか。そうです。ちょっと、あみや、ちょっと2人待ってるとかじゃない、待ってる、はい、待ってるけど、ちょっと OK! じゃあもう一回やろう、もう一回、悔しいから。もう俺は勝って、ぜひ君の名前をここのノートに書きたい。もう一回やろう、よし、このそれが出てくる前にやっつければいいんだな。そうです。よし、じゃあちょっとアジシオくん、アジシオ、ん、アジシオくん、はい、ちょっとやっつける、今、分かった、もう今ので。よし、もう一回やります。1,2,3,4,5、よし、じゃあ最初はグッ、じゃんけん、ほい、あいこでしょ、負けた、お願いします。お願いします。ルソーモンテスチャージして単勝です。はい、じゃあドロー。じゃあ最初に色のやつを出さない、はい、これでターンエンド、よしします。じゃあバンデモニウムチャージして単勝です。はい、じゃあ置きます、ドロー。じゃあこれを置いて2コスト、はい、ブラッドギアを置きます、はい、ターンエンド、はい、押します。で、デスダークをチャージして、うん、2マナ払ってルシード出します、はい、マイナス2000引きます。あ、やられた、はいはい、単勝です。じゃあ置きます、ドロー。じゃあこれを置いて、そっか、ターンエンドです、はい、やばいやばいやばい、ドロします。じゃあブリテージをチャージして、うん、3マナでブリーガンにします。はい、で効果で3枚持ち返します。あ、うん、で短所です。うん、短所で、はい、じゃあ置きます、ドロー。もともと起きてた。じゃあね、もういいや、これ置いちゃえ、はい、4コスト骨粘ビー出します、はい、3枚1,2,3,4。じゃあブラックアウトをもらうよ、はい、な、ターンエンド、でどうします。じゃあ、ドポイズをチャージして、うん、ロマナ払って、うん、ボミラ出します、はい、で、その時に、墓地からデスダークを選択します。はい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 、はい、で、じゃあまずボミラはここで3枚打ち出します、うん、はい、で、その後じゃあ、この4枚で、うんうんうん、そうなったのね、はい、出てきた、はい、OK、 で、出た時に破壊します。破壊された、はい、で、単勝です。単終了。今コストを支払わずに出したので、はい、僕はこの2体を出します。よーし、行くぞ、はい、置きます、ドロー。じゃあこれを3コスト払って、はい、リスドライブ、はい、あ、一応タップ、あ、タップなのか、あ、それ嫌になっちゃうな、それ届かないな。じゃあこれがアタックするときに、はい、こうだ、そんでマイナス9000して、はい、トリプルブレイク、はい、はい、ないです、何もない。よし、じゃあこれでダブルブレイク、これ空っぽ、ないです。よし、ターンエンド。ブラックアウトの効果、ブラックアウトの効果は D2 フィールドいる時だけですね。あ、ただのダブルブレイカーですね。じゃあどうします、グリフェイジをチャージします、うん、2マナで、うん、手札からルシーダ出します、うん、で、その時にマイナス2000します。これマイナス2000、はい、やられた、はい、うん、で、マジ3マナで、うん、手札からルイリアン出した時にデスダクションします、うん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 、で、ルイリアンの効果で3マナ出します、はい、で、無実のモンうんうん、で効果でレッドゾーンを破壊します。これ破壊なのね、はい、はい、やられた。で、じゃあ短所です。短所、はい、置きます、置きます、はい、ブロッカーが1人だけ、1人です、ドロ
2コスト。はい。バクマルくん。はい。相打ち。あ。やられた。で、ワンドロー。はい。そして、これでダイレクトアタックするときに墓場からデッドゾーンがやってきた。はい。マイナス9戦して、こっちだ。負けです。やった！ありがとうございます。やったよ。やった。じゃあ326番目の犠牲者で名前書いていい？あー、GCOね。やった。勝った2回目で。ありがとうございました。どうもー。